美味しいお酒を飲みながら地域復興支援につながるとい う, いや素晴らしい。もう地域復興はどうでもいいこれすごいろ。これはすごいですね、うん、え、これが入ってくるんですか。うん、あのね、これは来月の。お、え、来月ですか、うん、ね、これ、はい、これ見せろか。これこれ今日の作業、現地の。うわこれこうやって作ってるんですね。これもう全部変えた、ボトル変えた。この作業場もこしらえました。おお、これこれ1080本。うわ、1080本が来月終わりぐらいに横浜に入ります、はい、うわー、でこれを飲めるいうことですね、はい、日本でも、はい、1080本は、はい、まずは皆さんに、まあ、あの知ってもらうために、はい、私のところがやるんじゃないですよ、はい、契約しとる会社がクラウドファンディングでやります。あ、それは普通に公表して大丈夫ですか。構わないです。これ何ミリリットル入ってるんですか。これ700でしょ、はい、ね、はい、世界のスタンダードが750ですので、アメリカもね、はい、だからこれ750にしました。これ綺麗でしょ。ボトルが全然違いますね。なんかちょっとすごいおしゃれですね。ヘネシー高級な感じになってますね。ヘネシーより首がね、はい、短いけど、これは、はい、この、 あの作業場はおとつい完成したのしまいだあ、もうそんな出来たてがやがや。チリ一つないです。チリ一つないようにやったのは10年かかったんですよ。カンボジアでちょっと考えられない、うん、考えられない全然、はい、これそうですね。そういうところでやってますね。みんな最貧困の人たちです。うーん、あ、そうなんですか、はい、向こうで作った現地で、はい、社長は私じゃありません。で私大きな声で言いませんが、お金全部なくなりましたもうなかなかリアルな話です、ね、あの自衛隊 の, あの退職金とかどうなったんですか。あるわけね。やっぱりこういう活動に。違う違う、あ、違うんですか。あの時は、はい、もう定年退職になって、はい、家のローン払ったらもうそれで、終わっとったそうですか。家のローンを、まあ、400万だけ払って、アンビリバボーでも言っとったね。1年にあの時行ってもお金もらえなかったので、うん、自分で自前でやらないが、うん、で私計算したら200万ぐらい、1年の生活費と活動費が200万かかるから、はい、2年間は自活してくれ言われたので、うん、400万は私にくださいと奥さんに言うて、はい、あとは全部もう家も全財産私に あなたにあげますからね、奥さんに、まあ、400万だけは私が使わせてもらうようにして、これは、はい、あの、あったのは奥さんからもらった金じゃなくて、はい、前の団体は、はい、国の金をもらっとったん で, うん、はい、でそれをドル貯金しとったから、はい、その蓄えがあったのでこっちの方に全部流したんです。前の団体でいただいた給料を活用したんですね、うんうん、ああ、でもこのお酒が飲めるんです ね飲めますよ、はい、うまかったでしょ。うん、めっちゃうまかったですこれまだありますよ、はいこれ日本で言うたら米焼酎やけど、はい、カンボジアのジャスミン米、これちょっとやってみる。あ、いいですか。これがジャスミン米ですね。ジャスミン米、はい、無色透明、無色透明しますね。無色透明ですね、うん、おー、いい香りしますね。あ、じゃあ、はい、乾杯。おー、これも40度。うんうんうん、40度、40度ですか。40度。水飲んどってくださいよ。はいはいはい。どんな喉になんか一切来ないの。一切来ないですね。飲んだ感じどんな感じ。これはもうストレートかロックで飲みたいレベルですね。これや、はいはい、水で割るなんか、なんかで割るなんかいうのはもったいないですね。へ、うん、これはね、どっちか言うたらこれは甘かったでしょ、はい、で これで三本柱が出来上がったんですね。あ、これがマンゴー。マンゴー。栓開けただけでマンゴーの匂いする。あ、あ、すっごい甘い。はい。おお。とろみがあるんですかね。完熟マンゴー。あ、すごいな。うん。これも40度。あ。
素晴らしいですね。美味しいお酒を飲みながら地域復興支援につながるとい う, いやもう素晴らしい。もう地域復興はどうでもいいだいぶちょっと寄ってきてますね。地域はどうでもいいか。いやそんなことないんですよ。でも そんだけ美味しいものができたら自然となんか地域復興になりそうやからいいですよね。試してないけど、これも まだあるんですか。え、何ですかこれ。これは何ですか。これはね、龍眼。龍眼。ああ、はい。やってる。はいはい。あ、いいんですか。これもまた封開けてないですけど。かもかも。いいですか。いただきます。おお、あ、龍眼の色ですね。龍眼はね、はいはい、今まだ試作なので。あ。ちょっと独特な匂いがしますね。製品化っていうかね、要するに龍眼難しく作ったので、はい、なんとかねその龍眼をいただきます。あの加工食品どんな。あー、これも飲みやすいですね。そうやろ、これジュースですよ。ジュースやろ。ジュースですよ。これジュースですよ。もうドライバーやから今日飲めないですよ。これはジュースですよ。これでね、これでも 30% ありますね。そうそうそう。え、 30% あるんですか。これでね、まだ嘘でしょ。 今10種類ぐらいあるんやけど、はい、これまこれね、これ飲んで、これなんですか。また出てきましたよ。また出てきましたよ。これちょっといいんですか。これ当てたらね、はい、当てたらね、これ当てたらすごいわ。あ、何のお酒かですか。うんうん、はいはいはい。ベースはね、ベースは、いただきます。ベースは米やけど、あー甘いですね。なるほど、甘い。パッションフルーツ。え、よう分かったね。なんだったの。当たったんですか。当たった。いや当たった。あ、パッションフルーツの味です。よーしかし、当たるんすか。マジ当たらんと思ったけどな。いや、てかここにパッションフルーツって書いとった。見てしまったんです。書いてますね。これね、これパッションフルーツなんだけど、はい、これね、蜂蜜入れとんよ、来る過程で。はい、でベースはね、この米なんよ。あ、米焼酎なんよ。それにここがベースでいろんなもの作る。うん、そうそう。でベースがこれか、あるいはあのサトウキビか、はい、ないよね。それからまあ今キャサバやってないけど、キャサバもそのうちね、なると思うよ。あ、じゃあベースのお酒があって、そこにフルーツが入っている。そう。でこれもね、ベースはジャスミン米で。龍眼も。そうそうそう。はい。これね、側面が作ったんやけど、はい、あいつはねすごいわ。現地の社長やけどね。社長の、はい。何も知らないとこから始まって。すごいですね。こんだけできとるのすごいです、ね。あれはね、いやそのカンガルーやの生まれ持ったすっごいね嗅覚というかね、うん、私が作ったように言われるけど、私何も作ってないんですよ。私はダジャレを言うだけ。講釈垂れるだけ。講釈垂れるだけ。それをミエンがね、はい、まともに聞いて、はい、実現しとるだけよ。ミエンさんはすごいな。こんな難しい高山さんみたいな人は本当も。それは高山さん。それを言えると思う。言うてるんやな。いやいや、それはね絶対言える。神様がね、私がむちゃくちゃやろ。めぐるやわしてくれたんですね。あんなやつをね、すごいやろ。でもこのお酒はすごい。もう本当正直なんか正直お酒の概念を覆された感じですね。そうやろ、はい、とりあえずね2つなのよ、コンセプトね。うまいこと、はい、2つ目は健康にいいことね、まあ、飲み過ぎたとしても健康を害さない、その2つやね、コンセプトね、うん、うまいことと健康にいいこと、うんうんうん、健康を害さないこと、害さない、まあ、ということは余計なもん入れてない、ね、全く無農薬やしね、はい、あ、無農薬なんですか。そう、それで最近は無農薬、これ日本のねケース乳酸菌生産物質。ですね、瓶とかラベルとか全部変わりました。これはカンボジアのジャスミン米という最高級のお米で、まあ、焼酎を作りました。飲んでみてください。とにかくこれはもう最高級だと私は思います。で次にこれマンゴー、これ瓶は違いますよ、そのちゃんとした瓶ですが、ベースはこれなんですけど、
マンゴーをつけて、で KS で、まあ、体にもよくして、マンゴーリキュール18度ですからね、この2つと、まあ、最後に3つ目はこれベースはですねラム酒なんです、サトウキビのね、でラム酒にカンボジアの果物のジャックフルーツを漬け込んだんです。これは30度です。これが10種類ぐらいあるんですが、代表選手としてこの3つを世に出そうということにしました。全国の方に買ってもらえるようなシステムを作ってやります。告知なんかは私のフェイスブックだとかで出しますので、ぜひですね買って飲んでみてください。お願いいたします。チャンネル登録、いいね、高評価ぜひお願いいたしますありがとうございます、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします、はい、見てください、はいはい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。